天気のいい武蔵押上に来ています。まあ、押上来た方はご存知だと思いますけども、こちらはですね一応博物館なんですね。復元されてちょっと今風の3階やぐらなんですけども、実際の、江戸時代も続いた御師範というのがありますんで、いろいろな武家がですね瓦がある入ったということで、一番有名なのは関東攻めですよね、豊臣秀吉による北条攻め、小田原北条攻めの際にですね、豊臣方であった、中山道の方から来ている、前田利家、伊勢神宮などの、方、あと、もともとですね、石田三成公が、攻めた城ということで有名なんですけど、ここを治めてたのが成田市ですね。成田家は本当に京都にも通じている名門の家柄ですので、今更説明する必要はないと思いますけども、ここ今博物館の建っているところ、どっちかといったらちょっと北西というか、本来のその押上の中心の場所とはちょっとずれてるというか、違う位置にあるんですけど、立派な城郭というふうに見えますので、博物館とは言ってもですね、もう周りの町から見てもすぐ分かるというところで、これは一応すいません復元というか模擬ですね、模擬で、建て直した再建されたと、このようなお城であったんではないかということですよね。浮城って呼ばれたりしてた城ですから、周りがちょっとここでは整備されてちょっと分かりにくいんですけど、堀もですね沼地のような、なんつうかね、ドロドロしたような、そういうところの城だったみたいですよね。ですから守りやすく攻めにくいと、そうは言っても相手方は、石田三成天下の軍の2万ぐらいでしたっけ、かなりの軍でもう囲まれてますから、逃げようがない場所って言えば逃げようがしょうがないんですけどね。もともとこの天守、お城についての方なんですけども、天守ということですと、一応天守があったということなんですけど、詳しい資料とかが少ないのか、一応模擬っていう形になってますよね。1700年代ぐらいまではあったようです。はい、あとこの築城がですね、成田家に関しては、秋安湖、さっき菩提寺の方っていうか行ってきたんですけど、秋安湖になると思われます。ただちょっとはっきりしない部分もあるんですよね。だから城をどこまで城と、こういったご存知の方はね、天守がないと城だと呼ばない人もいるんで、そういうことではないですね。中世ですともう館みたいになってて、もう堀と館があるだけで城っていうようなイメージでしたから、その戦国時代を通してですね、江戸、室町、江戸期と、天守閣が建ったっていうのはもう本当に歴史で言ったら、戦国時代で言ったら末期の方、もう江戸時代の初期ですよね。いわゆる天下普請とかで、なんていうんですか、各大名が競ってですね、東堂高虎とか、加藤清正とか、そういう有名な武将たちがですね、競ってこう、なんていうんですかね、強さも見せたい、美しさも見せたい、威厳を誇る、そういうお城にしたいみたいですから、別に周りのものよりもですね、天守をどう作るかと、あと石垣ですよね、そういったものでどう見せるか作るかっていうところが中心でですね、防備とかってあんまり、ちょっと元城はちょっと別かもしれませんけど、他でもいくつかですね、ちょっといざとなったらあんまりそういう立てこもるみたいな風にしちゃうと、やっぱり徳川家はまだ三代家光公の時代まででしたね。ちょっと特に西軍、西側の方の武将に対しては警戒してましたんで、あんまりしっかりしたお城作りしてしまうと、疑われてしまうんで、その築城で、不備があったとか、許可なくとか不許可とか、そういうことで、憲法とか、取り潰しになった大名はいくらでもいますんで、福島正則なんかもね、本当の理由は分かりませんけど、特に西軍の方に割と多いですから、そういうちょっと言い訳になっちゃうんでしょうけど、そういうことですね。はい、で、押上ですね、その1700年代に築城されたって、ほとんどその後ですね、成田家康公以後は、1590年の小田原攻めまではほとんど、ほとんどというか成田市の居城というふうになりましたね。だからその後松平市ですとか、伊勢の松平ですね、とか、奥平市っていうのは、後に松平市を許されてますけど、三河の松平、奥平市ですね。松平と名乗ってますけど、そういった方たちが入っていると。だからちょっと遺構としてはですね、移築の門は実際ありますけど、堀とか土塁とか言ってもですね、はっきりした遺構っていうのは元々のもうここすごく整備されてますから、これができた時はもう殺風景で、
何にもなかったですよね。あの今でこそこう木が生えてますけど、ああいうのも何にもなく、あの壁の復元とかも後だったんで、この天守というかこの御三階櫓、これだけがポンと、立ってると、そういう形だったんで、ちょっと意外と、スペース的にはですね、あのかなり広い場所にはなってるんですけども、こういった敷地内ですね。今あの両方の方も復元して、まだなんか工事してますよね。今年来たのは初めてなんですけど、去年もちょっと通ったんですけどね、深く寄らない。今日は資料館の方も寄りたいと思います、ね。資料館についてはですね、またちょっと別途な形でご紹介したいと思いますので、でこの櫓と、門があるということと、成田家が治めていた城であるということで、もともとさっき沼と言いましたけども、まあ、実際どんな感じだったのかなっていうのも、まあ、ここだとちょっと分かりにくいですね。もう地芸な江戸時代 のお城を復元復興したような、そのような形になってしまいましたね。まあ、一応お師範の班長だったということになりますのでね、まあ、松平氏、が治めてたということなんで、まあ、実質は徳川の城という感じだったと思いますけどもね。あと水上公園っていうか、水とか堀の部分ですよね。その一部が、まあ、あの復元というか残ってて、まあ、それを整備しているような形、それと、もう城に付随するちょっと人物機構の方でまた紹介しますけど、石田三成ですとか、そういった方が、石田堤とか有名ですけど、ここも 水城なのに水攻めでした、やったと。備中高松城じゃないんですけども、まあ、結果的には失敗っていうか、まあ、開城したんですけどね、結果的に落ちなかったし唯一の城ですから、はい。まあ、お城の詳しい歴史はですね、またそういった資料館の方でもちょっとそういうの出てますんで、詳しく見ていけたらなと思いますよね。だからどうしてもね、このお城の位置っていうのが、まあ、上杉謙信もそうですけど、北条氏にしてもですね、やっぱり北関東の拠点になるんですよ。ですから、もっと言えば鎌倉時代からですね、室町になっても、こちらは関東管理上杉氏の配下ですね。成田氏も、まあ、上杉についたり北条についたり、周りの強弱大名がいっぱいいますんでね、まあ、あと日立ですとか北関東の方の大名も吉見があったようですよね。南関東よりはどちらかというと、今でいうと武蔵の北武蔵の方ですけども、下野、上州、日立と、そういった関係の武将たちと、いろいろ付き合いがあったみたいですんで、まあ、成田氏はいずれにしても名門ですし立派ですよね。私もどちらのファンというわけでもないし、まあ、攻めた石田三成も、素晴らしい武将ですけども、まあ、勝った負けたよりもですね、まあ、このお師匠、来てみたらいいと思います。それではちょっと博物館の方行ってみたいと思いますので、はい、武蔵お師匠でした。